1892年の今日は芥川龍之介の生まれた日、うん、今ではとても有名な作家だけど実はお金に苦労してたんだって。ぐでたまはこの人の小説知ってる？知ってるわ。羅生門。こいつの髪を売ってかねえよ。うん、毛がない。鼻。鼻を踏んで治療しましょう。鼻なんてないわ。蜘蛛の糸。へえ、ひろみ？そんな話だっけ。チャンネル登録をしてね。そんな物好き。